皆様おはようございます。まもなくご案内を申し上げます。ご参列の皆様はどうぞお席にご着席くださいませ。皆様おはようございます。重ねてご案内を申し上げます。
ご参列の皆様はどうぞご着席願います。重ねてご案内を申し上げます。ご参列の皆様どうぞご着席お願いいたします。本日は新型コロナ感染症併誘祈願第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭にご参列いただきまして誠にありがとうございます。この祭典は1年に一度出雲の国神仏霊場に参画します島根鳥取の20の神社仏閣の神職住職が一堂に集い祭場に祀られます御祭神御本尊に向けて人の心に安らぎが戻りひいては世界が平和となりますように祈る儀式でございます。
ご参列の皆様はお早めにご自席におつきになり、座員の入場をお待ちくださいませ。世界的に新型の疫病、大規模自然災害、地域紛争が勃発する現代、人々がいがみ合うことなく互いを認め合い、許し合い、そして助け合う平和な明るい未来の実現に向かい、ご参列の皆様もどうぞご一緒にお祈りいただきますようよろしくお願い申し上げます。祭典は10時30分を開始予定しております。祭典開始後はなるべくご自席をお離れにならないようにお願いを申し上げます。また携帯電話、スマートフォンは前もって電源をお切りになるか、マナーモードに設定をいただきますようお願い申し上げます。なお祭典の中で神様、仏様への唱え言葉をご一緒に読唱します。唱え言葉のしおりをお持ちでない方には会場で授与しておりますので100円をご用意の上、係の者にお申し込みください。また本日仏殿にて出雲の国神仏霊場お砂踏みが開催中です。20社寺の境内のお砂が集められており、踏みながらお祈りをすれば実際にお参りしたのと同じご利益が得られる貴重な機会でございます。本日午後3時まで開設しております。どうぞ皆様お参りください。それではここで本日出雲の国神仏霊場20社寺よりご仏前にご奉納されましたお供えをご紹介申し上げます。第1番出雲大社からは名家うずみと俵まんじゅう、第2番学園寺からは茶どころからかわのからかわ番茶、第3番市畑寺からは古来薬とされてきました極上ほうじ茶、第4番佐田神社からは水の恵み江戸物干物、第5番月勝寺からは不昧香由来のお抹茶、第6番目布神社からは松江の和菓子、第7番化蔵寺からは枕木さんの地元農家からの白米、第8番美保神社からは海の神事にまつわる板わかめ、第9番大神山神社からは大山飲むヨーグルト、第10番大山寺からは新緑の大山からの緑茶大山緑、第11番清水寺からは名物ご存知清水羊羹、第12番雲樹寺からは新名物雲樹寺白羊羹、第13番平浜八幡宮竹内神社からは地元で採れた新鮮なトマト、第14番八重垣神社からは縁結びの有機茶、第15番熊野大社からは地元素材をふんだんに使ったお味噌、第16番菅神社からは神様をイメージした健康ブレンド茶、第17番峰寺からは永井隆先生ゆかりの名家しっぽも一役、第18番須佐神社からは地元須佐地区で収穫されたお茶お米、第19番長浜神社からは地元西園町の満月卵、第20番日の岬神社からは日本海の幸
日の岬わかめ。以上、本日ご奉納いただきましたお供えをご紹介申し上げました。続きまして本日お祝いのメッセージを頂戴しております。ご披露をさせていただきます。第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭に際し、世界が平和で全ての人々が平穏に暮らせる社会になりますことを皆様方と共にお祈り申し上げます。衆議院議員高見康弘様より。清々しい風の中、第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭が開催されますことに心からお祝いを申し上げます。全国に霊を見ない神仏和合による世界平和を祈願する取り組みを長年にわたって重ねてこられましたことに敬意を表します。改めてこの素晴らしい取り組みに感謝を申し上げるとともに、今後ともいつもからのご縁と和の心が世界に伝わり、各地の紛争が収まり、人々の安寧、社会の平和につながるよう祈念いたします。参議院議員青木和彦様より。このほか多数のお祝いメッセージを頂戴しております。どうもありがとうございました。それでは開式に先立ちまして、本日はゆいデザイン代表向井ゆい様によります書道パフォーマンスのご披露でございます。平和を祈願する心を筆で形にし奉納していただきます。筆が向かう先は雲樹寺本堂の襖となります。襖は全部で4枚、パフォーマンスは4回に分けて行われます。それでは向井様、よろしくお願いいたします。それでは今から更新始めます。開式に先立ちまして、ゆいデザイン代表向井ゆい様によります書道パフォーマンスのご披露でございました。どうもありがとうございました。お二つは向井様にはこの後開山堂へ直進門前
そして3番前にて、そんな台にスズメバチ出てきちゃったよって思ったりするだろうな。どうぞ皆様ご覧ください。どうぞ皆様心静かにお迎えくださいませ。Thank you.
するんだただいま20社寺の在院神職住職の行列が到着いたしました。どうぞ温かくお迎えください。
それではどうぞお席にお直りください。お待たせいたしました。ただいまより新型コロナ感染症併誘祈願第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭を執り行います。祭主雲樹寺住職大吾康之皇后昇降皇后とは同志がこのお香にどのような願いを乗せたのかを漢詩として唱えるための言葉です。本日の法要をたたえ世界平和を祈る決意をお唱え上げいたします。昇降には仏様への捧げ物という意味がございます。昇降の後一泊置いて立ち上る煙はその場に誰かがいた証であり残り続ける思いを表します。よろしくお願いします。出雲続きまして、出雲の国社寺円座の会住職の皆様によります般若心経法唱です。唱え言葉のしおりをお持ちの方は、仏様のページをお開きいただき、般若心経をご一緒にお唱えください。住職座員の皆様、どうぞ中央へお願いいたします。またこれより解散堂前では書道パフォーマンスが行われます。お近くの方はぜひ間近でご覧ください。合唱礼拝
ありがとうございました。どうぞお席にお直りください。続きまして、出雲の国社寺円座の会座長菅神社勝部宮司によりますご焼香でございます。焼香の作法は、仏様の前で合掌礼拝の後、心を込めて一回お香をつまみ上げ、香炉の中央へ落とし、再び合掌礼拝をいたします。ご参列の皆様、どうぞご起立願います。座長、ご焼香を願います。
ぞお直りください。でこの後直進門前において書道パフォーマンスが行われます。お近くの方はぜひ間近でご覧ください。続きまして、神職の皆様によります唱え言葉褒章です。神職座員の皆様、中央へお願いいたします。唱え言葉のしおりをお持ちの方は、神様のページをお開きいただき、ご一緒にお唱えください。お唱えした後には活礼宮司に合わせて二礼二拍手一礼をお願いいたします。唱え言葉、洗いたまい、清めたまい、洗いたまい、清めたまい、洗いたまい、清めたまい、かけまくもかしこき、文殊寺の御前を愚かみ祭りて、かしこみかしこみもも咲く。御神たちの白き厚き痛みを貸した時計なみ祭り、高き尊き養子の間に間に、直き正しき真心を持ちて、誠の道にたぼうことなく、お家持つ技に励ましめたまい、家角高く健やかに、世のため人のために尽くさしめたまえと、かしこみかしこみ申す。ありがとうございました。続きまして、雲樹寺第五住職によります回向報読です。回向とはこれまで唱えたお経や唱え言葉があまねく世間に届き、仏様の御心によって叶えられるように切に祈るための言葉です。よろしくお願いします。あおごとごと
けしょちょたまれたまえじゃらえとたしんで般若心経唱え言葉をじゅあつめるところのくどくなめほししゃかむにべつおあくにぬしのかみん千住関税恩菩薩薬師瑠璃光如来サルタドアヒコイカミ阿弥陀如来白方大明尊枕木薬師如来御発姫の御事お鍋地の御事大地民権現地蔵菩薩十一面観世音菩薩念意未消仏竹内の宿根の御事稲田姫の御事食べろぎ熊野の狼くしみけぬのみこと菅の湯山主みなさろ彦やしまのみこと大日如来すさののみこと八つか水三つの主のみこと天照す御神新入実際成就の三法古海無量の集権へ行し右派の礼へ書店の聖衆伽藍を死後す合同の震災日本国内大小福徳の一切の神器に集権し立てまつまず願わくば甲府常に盛んに程度遥かに栄え仏日輝きまし法輪常に天然ことひたすらに祈る楽は善根は増長し一切の願望は全て炎上するを助けんことさらに恋願わくはさもはにぎわい修行に気あり道を進むにまなく般若の知恵が現れ菩提の心は退かず死音すべてに報い三宮を助け北海の岩式は同じく主張まどかにせんことまたさらに世界から疫病の鬼が去りウクライナをはじめとする戦い争いのすべてが除かれ皆が等しく願う平和が訪れそれが永久に続くことは切に切に願う。十倍三千歳の諸仏諸尊菩薩まかさつまかありがとうございました。それでは本日ご参列の皆様方を代表しご焼香をお願いいたします。出雲の国社寺円座の会名誉座長出雲大屋城宮司千家高政様代理千家義彦様
島根県知事丸山達也様、安来市長田中武雄様、国会議員青木和彦様代理小塚様、鳥取県交流人口拡大本部観光交流局長鈴木俊一様、演奏の会顧問大谷篤郎様、同じく小林翔太様、どうもありがとうございました。それではここで社寺演座の会名誉座長出雲大社千家宮司代理千家義彦様がご挨拶を申し上げます。出雲大社の権宮司の千家と申します。宮司より、ご挨拶を預かって、参っておりますので、それを代読させていただきます。
本日この雲十字におきまして第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭がご来賓の皆様方はじめご参衆の皆様方と共々にお仕えされましたこと誠にご同敬に存じ上げます。この出雲の国社寺演座の会は20社寺が連携し合いその信仰教義に基づいた祈りの道を通じて世界の平和と人々の安寧それぞれが暮らしを営む地域の発展に取り組んできております。発足以来神仏のご加護のもと山陰から世界平和の祈りを広め深めようと毎年世界平和祈願祭を再興してまいりましたことは大変意義深いものであると存じます。さて新型コロナウイルスが蔓延し始めて早くも3年目を迎えましたが一向に収束の兆しが見えません。次々と現れるコロナ変異株に翻弄される日々が続いている中2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻を開始しその戦火は拡大の一途をたどり罪のない多くの人の命が失われています。世界各国の数多くの人々がそれぞれの立場で平和を祈る行動をしております。日本は戦後急速に復興し平和を享受した生活を送ることができるようになりました。しかし戦後70年以上が経過し次第に戦争を知らない世代が多くなり戦争安全保障に対する意識が低くなっています。その間残念ながら世界では第二次世界大戦の惨劇があったにもかかわらず戦争や紛争軍事介入等いまだ争いが絶えることはありません。一つの地球で暮らし同じ命を生きる私たちにとって他人事ではありません。それゆえ絆を結び互いを助け尊敬し合う社会の実現のためにも一人一人の平和の祈りを積み重ねていかねばなりません。私たち宗教者の果たさねばならない務めは極めて大きいものであります。本日ご参列を賜りました皆様方より捧げられた世界平和実現へ向けた尊い祈りが神仏を通じ国内はもとよりながら世界へ広がることを願い挨拶とさせていただきます。令和4年5月29日出雲の国社寺演座の会名誉座長出雲国葬出雲大社宮司千家隆政大夫ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして島根県知事丸山達也様よりご祝辞を賜りたく存じます。
本日お招きをいただきました島根県知事の丸山でございます。一番お祝いを申し上げさせていただきます。本日ここ雲中様におきまして出雲の家に神仏霊場合同祭事といたしましての第17回の平和世界平和祈願祭が多くのご来賓また関係の皆様数多くご出席のもと厳粛かつ盛大に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。私どもの行政の力及ばずまだまだ新型コロナの収束の見通しが立たない状況が続いておるところでありまして併せて今般のロシアによるウクライナ侵攻をはじめ世界各地では国の間また国の中でのこの紛争や対立が続いて多くの罪のない方々が犠牲になっておられるという状況にございます。またそういった武力とか紛争といったレベルに至らないといたしましても我々がこのさまざまな生活、社会生活、仕事をする上でも人と人との対立というのは多いわけでございまして大きな心を持って相手の立場を理解しこの互いの共存共有を図っていくということにつきましては我々の日常生活の中でも常に求められている状況でございます。こうした中神仏や宗派を超えて連携をされ山陰両県の20社児の皆様がこの新型コロナウイルス感染症の収束と世界平和をこのように祈願されますことは大変意義深いことでありとりわけこのウクライナ侵攻を迎えたこの今日的な状況におきましてはさらにその意義が増しているというふうに受け止めているところでございます。出雲の国社寺円座の会の皆様には心からの敬意と感謝の意を表する次第でございますし本日のこの雲中寺様におきますこの開催につきましても新型コロナのオミクロン株の感染拡大の最中でのご準備をいただいたところでございますので二十社寺の皆様とりわけ雲中寺の皆様第五住職には大変ご心労ご心痛いかばかりだというふうに察したところでございます。そういった中でこのように晴天恵まれこのように開催に至られたことを心からお喜びを申し上げる次第でございます。この地島根には神々に守れながら豊かな自然と古くから連綿として受け継がれた歴史や文化を有するご縁の国でもございます。この新型コロナの感染を一日も早くこの収束に向かわせその暁には県内外国内外から多くの方々に山陰島根鳥取にお越しをいただきましてご縁を深めていくいただく機会をこの数多くこの設けていただきたいというふうに考えているところでございまして県といたしましても各地域各社寺の魅力を内外に発信してまいりたいというふうに考えているところでございます。結びとなりますけれども出雲の国社寺円座の会の皆様また本日ご列席の皆様方のますますのご健勝とご多幸ご発展をご記念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。令和4年5月29日島根県知事丸山ですよ。本日はご盛会誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。続きまして安木市長田中武雄様よりご祝辞を賜りたく存じます。
紹介いただきました安木市長の田中でございます。第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭の開催を心からお祝い申し上げますとともに、本日お招きをいただきまして誠にありがとうございます。私はこの雲樹寺の近くに住み、そして雲樹寺の檀家でもございます。その雲樹寺でこの祈願祭が行われますこと、誠に名誉に思っております。出雲の国社寺円座会の皆様におかれましては、日頃より神仏や宗派を超えて連携し、この地を訪れる人々と共に悩み、喜び、そして共感し、またこの世界平和祈願祭において毎年恒久平和を祈願され続けておられますことに深く敬意と感謝を申し上げしたいであります。世界平和の願いは人類共通の思いでありますが、連日報道されますロシアによるウクライナへの武力侵攻は今も非常な攻撃を繰り返しております。このことは国際社会における平和と秩序を著しく脅かす、そして国連憲章の重大な違反行為であります。子どもたちを含む多くのウクライナ国民が戦争の犠牲となる状況は断じて容認できるものではなく、今までにも増して私たちは世界平和への祈りを捧げるべきであります。本市といたしましても、平成26年に安木市非核平和都市宣言を制定し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を願い、平和事業に取り組んでいるところであります。この都市宣言をきっかけとして、平成27年度より与瀬町不別地域において市民の皆様の平和意識の向上を図ることを目的に、安木市平和の集いを開催しております。近年は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった年もございましたが、昨年は感染症対策を講じて開催いたしたところでございます。この世界平和祈願祭につきましても、恒久平和の実現に大きな役割を果たすものと確信しており、本日の開催が意義深いものとなり、そして長く実施されますことを切に願うところでございます。お済みになりますが、開催にあたりご尽力されました関係者の皆様に心から御礼申し上げますとともに、社寺円座の会の皆様、そして本日ここにお集まりの皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが挨拶をさせていただきます。令和年5月29日安木市長田中武雄、本日は開催おめでとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、鳥取県交流人口拡大本部観光交流局長鈴木俊一様よりご祝辞を賜りたく存じます。ただいまご紹介いただきました、鳥取県庁観光交流局長の、鈴木でございます。本日は本来、私どもの、平井の方が、参加させていただかなければならないところでございますが、所要につき、私の方から祝いの言葉を述べさせていただきたいと思います。本日、ここ、12番十雲寺様、創建700年とお伺いしております。こちらで出雲の国神仏霊場祭事といたしまして、
この、世界平和の祈願祭が開催されますことを、心からお喜び申し上げます。皆様方からのご挨拶にもございましたが、今世界はこの先の大戦以降最も悲しみに満ち溢れているというふうに感じております。いろいろな地域で先の大戦以降も紛争は起きてきておりますけれども、これほどメディアに生々しい戦場の姿が映し出され、多くの命が亡くなっていることを非常に悲しく思いますし、憤りを思います。このような時だからこそ、平和祈願祭が開催されることは非常に意義深いことだと感じております。こちら、十二様の、住職様が、平和とはということを、書いておられるのを目にいたしました。とても楽しいな、またこの時間が続くといいな、そういうことを感じることが平和じゃないかということをおっしゃっておられました。今ウクライナの方々、早くこの時間が終わってほしいな、楽しい時間を過ごしたいなというふうに思っていらっしゃると思います。それはロシアの一般市民の方々も同様だと思います。世界中の方々も同様だと思います。非常に悲しい現実はございますが、早くこの戦争が終わることを祈ってやりません。観光交流局長でございますので、観光の話、国際交流の話をさせていただきますと、今の島根県様と一緒に、ウィーラブサインキャンペーンを開催させていただいております。またこの中四国の方々にも、お越しいただいたら割引いただけるようなキャンペーンも行っております。また国の方では海外からのお客様をお出迎えしようというふうな動きが加速してきております。いわゆるインバウンドの復活です。私たち観光に携わる者、国際交流に携わる者といたしましては、多くの方々に当地参院にお越しいただき、また海外の方にもまたこの参院を楽しんでいただけるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。そして、訪れる方々が、ああ楽しいな、この時間がずっと続けばいいな、そのような地域づくりをしっかりと進めてまいりたいと思います。本日お集まりいただきました皆様方、ますますのご健勝ご発展を、記念いたしまして、私からの、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。ここで出雲の国社寺円座の会座長勝部宮司よりご挨拶を申し上げます。一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まずその前に、当山の雲中寺様におかれましては、去る4月に大王康之様が新山式を挙行されました。新しいご住職が誕生いたされました。ご住職はご覧のように大変若々しく心身気鋭の方でありまして、我々二十社寺の新しい仲間として、今後のますますの
ご活躍を期待するものであります。どうか私どもの会に新しい息吹を吹き込んでいただければ、活性化に大変この役立つと期待しております。大変おめでとうございます。さて本日はここ雲十寺様の一方ならぬご協力によりまして、令和4年度出雲の国社寺円座の会主催におります合同祭事第17回世界平和祈願祭を再考いたしましたところ、多数の皆様のご参列を賜り、にぎにぎしく再考できましたことに厚く御礼を申し上げます。本日の平和祈願祭にあたりまして、出雲大社宣言名誉座長様のご代理権宮寺の宣言義彦様には遠路お越しいただいて、ご挨拶を賜りました。誠にありがとうございます。次に本日のご来賓として、島根県知事丸山達也様におかれましては、公務ご対応の中を私どもの会に曲げてご出席をいただき、お言葉をいただきました。誠にありがとうございました。地元の安木市長田中武雄様におかれましても、私どもの会にこうしてご参列をいただき、温かいお励ましの言葉を賜りました。誠にありがとうございました。その他鳥取県平井知事様のご代理、鈴木様ありがとうございます。ご対応の中ご参列をいただき、それぞれ丁重なるご祝辞を賜りましたことに、改めて重ねて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。本日の合同祭事は昨年に引き続きまして、コロナ感染防止の観点から若干参列の人数を制限した形で開催をいたします。合わせてこの、YouTube の配信というような形も昨年から引き継いで、取り行っておるところでございます。どうか私どもの願いが聞き遂げられまして、コロナ感染症が一日も早い収束を見て、そして私たちの生活に日常が取り戻されることを切に願うものであります。と同時に、私どもの会はご縁と和の心を大切にして、世界の人々が仲良く手を取り合って平和に暮らしていける世界の実現を祈り、願って行動するものでありますが、現在の世界情勢はご承知のごとく、罪のない人々が無残に命を奪われ、また目を覆わんばかりのむごたらしい状況の中で拷問を受け、暴力を受け、思想の弾圧をなど平然として行われております。
こうした現実を私どもは見る中で、我々の力は虚しいのではないかと思われるようなこともありますけれども、私たちは多くの人々のためにぜひとも平和がよみがえってくること、戦のない世界が訪れることを祈ることしかありません。そうして祈りの中に、戦いのない世界、人々がそれぞれ手を取り合って、その手の輪がだんだんと広がって、やがて世界平和へとつながっていくことを切に願っております。幸福は人々の心のつながり、深い愛情と和合の紡ぎ合いの中に生まれてくるものでありましょう。本日ご参列の皆様のご多幸とご繁栄お祈り申し上げます。さらに社寺演座の会が一層発展してまいりますよう、皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げまして、はなはな簡単ではありますが、お礼の言葉とさせていただきます。本日はご対応の中、長時間にわたりましてご参列を賜ります。誠にありがとうございました。祭典の結びにあたりまして、祭主雲樹寺住職醍醐泰之がご挨拶を申し上げます。まずはおいでいただいた皆様方、誠にありがとうございます。いけませんね。はい、式の終わりにあたりまして、言えることはもうほとんど残ってはおりませんが、わずかばかりでもお話しさせていただきます。平和について祈る行いは毎朝毎晩行っておるものでございますが、平和とは何であるかの考えは朝晩程度の時間では終わるものではございません。今我々が戦争だと思っているものの決着が果たして本当に平和につながるのか、長い長い歴史を歩いてきた我々にとって今のこのひとときの平和が果たしてまた別のところでどれだけのストレスを生むものなのか、平和と言いますものは一筋縄ではいきません。悲しい辛い現実はその間にも襲ってきて、テレビをつければ辛い気持ちになる、泣きそうな気持ちになる。地球の裏側で起こっていることがいかに悲しいことなのか実感できぬものの心は痛み続ける。そういった中で我々はこうやって世界平和を祈願するお祭りを開くことができました。皆様は平和について幾ばくばかりかでも祈っていただくことはできましたでしょうか。難しい平和、それでも願わなければならない平和、いかような形でございましたでしょうか。悩みはつきませんが、あるいはそれでも十分なのであるというふうに思えるわけでございます。平和を祈り、おいでいただいた皆様方が、まさに悩みながらも平和をどうにか形にしてくださいとばかり祈る。そして、今日のこの世界平和祈願祭でおいでいただいた中にあるこのおいしいものを食べるだとか、何か良いものをいただくだとか、どこかきれいな気持ちになるだとかいうふうな、そういった実感を含めた心のある種の上るような気持ちを、これがこれから先も続けばいいなと、自分の隣にいる人と、そしてもっと自分を支えてくれるたくさんの人たちと同じようにこの時間を過ごすことができる時間が1秒でも長く続けばいいなと思えるのであれば、それはまさに行いを伴った平和への祈りとなるものなので、
平和への祈りは決して一人でできるものではございません。平和祈願祭もまたしかり、今日おいでいただいた皆様方がどこかそういった気持ちを心を共有していただき、この山陰という日本の片隅から平和という小さな輪を一つ作り出していこうではありませんか。その手助けが今日できたのであれば、これに勝る幸いはまさにないものでございます。ありがたきをいただきました。今日の皆様方のこのお過ごしに誠に感謝しております。本日はご来山誠にありがとうございました。以上をもちまして、新型コロナ感染症平湯祈願第17回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭を結びとさせていただきます。それでは皆様ご起立をお願いいたします。第5住職に合わせ仏前に向かい一礼願います。合掌礼拝。お直りください。皆様、本日はご参列いただきまして誠にありがとうございました。それでは本堂内ご参列の皆様は順番にご焼香をお願いいたします。なお、円堂の会座員とご来賓の皆様は開山堂前の会場におきまして記念撮影を行います。係の者の案内に従いご移動をお願いいたします。重ねて天候に恵まれました本日は、境内各所におきまして地元の皆様を中心に午後もたくさんの出店が開き、また向井由衣様の書道パフォーマンスも11時30分間もなく山門前にて行われます。皆様どうぞ引き続きお楽しみください。それではご参列の皆様、順番にご焼香をお願いいたします。本日はご参列いただきまして誠にありがとうございました。
なかった。